Sensato uh how do you say are you ready in japanese jumbi o e jumbi Jumbiwa. jumbi wa jumbi wa e okay jumbi wa e okay okay nice okay uh what's a hot dog <laughs> What's a hot dog? What's a hot dog? Yeah. Sausage on the pan. Pan on the pan. On the pan. Yeah. 久しぶりね。懐かしいね。懐かしいですね。あれ本気だったんで。本気。本気。あの、I didn't think that that's mistake. ああ。そう。パンはフランス語。ああ。あ、そうなんですか。そう。アメリパン。パン。英語はなんですか。Bread. そうですね。カナダでも学びに生徒ですね。学びました。<laughs> した生徒は先生。先生は生徒。先生生徒。生と皆さん、ようこそ、先生とポッドキャスト。私はユうヤです。ジャスティンは高校の時の英語の先生でした。私はジャスティンです。私は先生でした。今、日本語の生徒に学びまし,えみなりました。 y い s は <Yes. S 2>、うん、徒は先生先生は生徒。先生と。はいあはい。あのこの後あと、スペシャルゲスト、あ小島さん、はい、来るあの。小島さん、私の友達 2>,、うん、2、3年間ぐらい、うん、あの面白い人と思います。音楽大好き、あと、うん、いろいろ、いろいろ。もう <laughs> Ano Troy san in the booth here to uh coco uh tet tetsu dao audio visual Master. Master. this ja you ya ano psychin uh atrashi yatsu nani what's happening What's happening? Hi, What's happening? I got a new job. 日本語で。仕事が決まりました。見つかりました。おおおめでとう。素晴らしい。ありがとうございます。どど、自分でね自分でね。おめでとうございます。まああの新しい仕事は何ですか。仕事はあの採用の採用ですね。採用リクルーティングですね。はい。 IT の会社で。い,いつから先週の月曜日からなんで,で、ゴールデンウィークがあって、<ー>まだゴールデンウィーク仕事 no, 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 no. ゴールデンウィークは休みで、だから3日目。あ、三日目。三日目。いいじゃん。三日目あ。新しい仕事ど、どうですかまあ楽しいですよ、あのー。リクルーティング好きなので。 はい、もうめっちゃ楽しいですでも英語使わなくなっちゃったんでちょっと寂しいですね。うん、残念、うん、あの英語の天才になりましたね、うん、ジャスティンのクラスでそう私から <laughs>、うん、あ残念だけど誰を採用しますかお 採用っていいですね。知ってますね。<ー>あの IT の会社なんで、あのエンジニアとか、はい、あとはマーケティングするマーケターとかデザイナーとか、おいっぱい。うあうやくんあの IT よくわかりますか？よくわかりません。あ<ー>かか、まあ、何やってるかはわからないけど、まあ何やってるかはわかるけど、その人たちが毎日、その人たちの毎日の仕事はわかんないです。 IT をやれって言われたら無理です。はい。あの、はい、コンピューター、うん、PC、できるできますよあ。あの、デザインはできません。できません。はい。あの、絵え、くのも下手だし。あ、そういうセンスはゼロ。はい。ゼロ。そう、なんで IT 採用しますか、うん、なんで、まあ。 昔あの、リクルーティングの,あのエージェンシーにいたんですけど、そこのエージェンシーがもう IT の仕事しか紹介しない会社、はい、IT オンリーリクルーティングエージェンシーだったんで、じゃあ、いや、IT でと思って、うん、<laughs> IT に行きましたね。そう <So, S 2>、はい、ゆうやの仕事は、なんか、えー。 はじめましてこの仕事は面白いうちの会社はねってもう My company is really interesting place みたいな感じであんまり言ってなかったけどはいはいそうそうそう。あのモチベートしてあげるんですあの飲み放題飲み放題飲み放題です飲み放題プロフェッショナル ?You やは ?Yes ああ飲み放題ですだから採用採用採用の人 さようの人まあ飲飲みましょう。すみません。携帯マナーモードでお願いします。私じゃないよ。あ、そう、オッケー。まあ、good job for you。ありがとうございます。と思います。まあ、楽しい楽しい人ですね。僕がはい、そうですよ。 あ、ゆうや私の問題は何ですか。私の問題は何ですか。は,すかはい、日本語もっと上手くなりな,なりたいっていうことですよね。そうですね。うん、な,なんかいや日本語の問題、日本語の問題ですか。なんだろう。いつも間違えるはなんですか。ええー。あのにで,でとのとか、うん、にのでとか。 日本人もそれへなんか下手な人がいっぱいいるけどねっ <laughs> て <laughs> 思いますよでも私はあの、うん、日本語の天才になりたい、うん、だからちゃんと教えてください、うん、あのいいですよ間違えるの時はい,いであ「で」じゃなくて「に」とか、はい、あオッケーですじゃああったらもう止めて言っていいですかまああの書いてください,いててオッケーです、ね。なんかもし間違えたら「おんうん」<laughs> あの、間違える書いてその後、あオッケージャステンもう一回なんか、この間違えるうん、うん、オッケーであの止まった時に教えればいいってことですねトト止,止まった <laughs> 止まった <laughs> ストップした時に止まったあいや止またそう多分 like, あのさ、うん、あのさ

英語わかんない。英語わかりません。任せてください。任せてください。さい yeah. Let me do it. な感じはい。あ、uh,、Let me do it.Let、uh, me do i t o k a ら。はい。やってください。o、okay、k です。Uh, じゃあ、今からちょっと簡単質問でも私は食べ物大好き。y u ゆ u a や u は 食べ物大好き私たち、食べ物大好きそう。<好>居酒屋、焼、うん、き鳥、あの Go to order は何ですか Go to... What's your go to order? 川、鳥の川、鳥スキンあ、スキン,スキン鳥のスキン鳥のスキンと鳥のリバー あ、キモい。<laughs> どっちも嫌いですか？うん、はい。なんでスキンとリバー。好きな食べ物？うん、多分あのー、世界で一番好きでは、世界で五番目ぐらいに好きですよ、チキンのスキン。チキンスキン。チキンスキン。チキンスキンって言うんですか <laughs>？In English。<laughs> うん、チキンスキン。チキンスキン。いやねえ。皮<川>。うん、鳥の皮。鳥に皮。うん。あの。え <laughs>

どやの準備どうやってどうやって準備準備するのするのどうやって準備するのそんなかっこよくいう言葉じゃない。鳥の皮って。鳥の皮どうやって準備するのなよ言言。<laughs> るよのお、oh, yes、yes、yes。チキンの skin を。剥がす。ピー、ピー、はがす。たぶんね。Maybe。I I I haven't done 分かない it 剥がす 焼き鳥の串刺す。焼く。ああ。焼く。あの、タレ。タレタレ。ソースにつけて、焼く。塩の方がかっこいいと思います。塩の方がおいしいですね。ツーですね。あの、タレはちょっと、まあ、難しいなんか、はい。タレの人ですかゆイやくん。うーん。デペンスああえ皮は皮は

塩,塩え。ジェスティンのゴートゥ、ゴトゥ焼き鳥は何ですかあ、ネギマ。えぇ。しぶ。しぶ。えっと、塩。あの、そう、塩。い,いつも塩。絶対塩、うん、ぜ全体塩。絶対塩。塩,塩,塩はかっこいいと思います。<laughs> かっこいいそ<う>お,おいしいじゃないか <laughs>。おいしいおいしくないじゃなくて。かっこいいかっこいいそう。いやいや。塩塩は、まあ、シンプルな感じ。<ー><と>なんか。まあ、食べ物を本当に。あの。taste、えー。うん、I want to taste あ。ああ、やいや。味、taste、どうしは 味わう、味わう、味わう。うん、鳥を味わう。味わうたい、味わいたい。あ、味わいたい。うん。味わいたい。もうもうワンワード。味わいたい。Yes yes。味わいたい。だからタレ。うんうん。まあタレ。うん。わいたい。違う。絶対。タレ。タレは。タレは味わえない。タジは あれはいない。あ、違う違う、味は、た、た、じゃ、分かんなくなっちゃう。たれは。タレは。味わえない。味わえない。うん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 。いいですね。うん、でもさっき、あの鳥。鳥の皮がですね、アイライク鳥の皮ね。じゃ、き、鳥に皮って言ってたから、に、にじゃなくて、のですね。あ。鳥に皮。鳥の,の皮。鳥の皮。鶏の皮うん。スキンオブチキン。スキンオブチェケン。ンンうん。あの、バンドじゃない。 スキンオフチキンバンドがあるんですかうんバンドあると思いました。うんうん、じゃないのスキンオフチキン。あの,あの人気日本のバンドはえああ、バンオフチキン。バンプってどう,うどういうことですかバンプってことですかそう、so, バンオフ、ね、チキンはんか。えー。チンバンプ。チ、パパ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 パ

あの、Bump of Chicken あ好きですか好きですよ。あの、なんだっけ車輪の歌っていう曲とか、あと、なんだっけ一番有名なの。なんでしたっけ歌えるけど歌,歌えるけど忘れちゃいました。あ、わかんない。名前だけわかる。うん、でも、いい、いい、いい冗談ですね。うん、なんか、Bump of Chicken、バンドじゃない <laughs>、うん、たのあの、面白い。<laughs> はい、すみません。<laughs> okay、あの、居酒屋で、 飲み物は飲み物はコカ・コーラですね。コカ・コーラノー・ビールノー・ビールノー・ビーかっこいいね、ゆうや君コカ・コーラ。なんでコカ・コーラ子供です。です。です。まだまだビールは苦いです。レモンサワーも苦いです。あと酔っ払っちゃいます。だからコカ・コーラです。コカ・コーラ。コカ・コーラかっこいいね、ゆうや。もう、ゆうやは面白い人と思います。 イザカヤ、コカ・コーラと、チキン・スキン。やっと、リバー。ル。やっと、リヴェル。んん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 んいろんんんんん I んん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 んかんん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  違います。なんか、甘いは sweet。あの苦いは bitter。酸っぱいはサワー。Sour。わかりましたかレモンサワーは。レモン酸っぱい。え英語でサワーってサワーって言わないんですかレモンサワー。い、ありません。なんかサワー飲み物。酸っぱいからサワーって言うんですね。 じゃあピーチサワーは絶対酸っぱくない。酸っぱくないね。うん。じゃあピーチスイートにした方がいいですね。うん、あれ。面白いね、日本語と英語の <laughs> コンビネーション。うんうん、もう先生とパドキャスト、うん。おも面白い質問、答え、うん。なんか、ね、もし質問とかでこれ英語でなんて言うのみたいな、まあ、調べたらわかるけど、なんか聞いてくれたらね、なんか日本語と英語違うねみたいなのも話せるかもしれないですね。コメントとかね。わかりません。うん。 ハイボールとかな,んないんですかハイボールってなんて言うんですかハイボールはウイスキーソーダ。ウイスキーソーダいや、はい、ハイボールは違う意味あると思います。なんか、kind of cocktail. <laughs> あ、no、<laughs> このハイボールじゃなくて、<laughs> <あ>なんかハイボールグラス I think あ。っていうのはあるんですかハイボールグラスはハイボールグラス。ある,ある。でも、ハイボール、英語わかりません。昔 の言葉、ウィスキーソーダって言うんですね。そそれは。う、あの日本のハイボールはウィスキーソーダ。ウィスキーソーや。お酒飲みません。ウィスキー飲めない。お酒飲みますよ。何が好きですかファジーネーブル。ファジーネーブル。 かわいいね。ファジーネーブルか。ファジーネーブル何がバーテンダー少しできました会社でちょっとやりましたね。ファジーネーブル何がピーチのリキュールとオレンジジュース。それだけそれだけ。あと、ウッカーウォッカない。ボォッカ入れない。だって強いお酒の味になっちゃうから入れない。お酒の味好きじゃない好きじゃない。 苦苦い苦い,苦いえジャスティン入れるんですかウォッカウォッカファジーネーウォッカ入ってると思いました。あでもそれは for people who loves alcohol.、うん、フォーメ l ションのアコー。私は、アコうリ私はアルコーリック。あまり好きじゃない。ああ。おお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 おお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  n おお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  I おお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 お はい、オッケー、そう alcoholic ってましたか？厳しいね、ニューアあんまり言わないですね。何？え、最初はあの people who love alcohol って言いましたけど、ちょっと言い直しちゃいましたね。No、alcoholic はちょっとヘビ a な感じ、なんかもう本当に病気みたいな感じ。そうそう。ああ、a は病気。もう日本もう drunkard。ああ。 聞いたことある。なんかちょっとちょっとわかんない。ドランカーで、あの日本で、日本に、日本で、日本で、あのお酒おお酒好き人、好きな人、好きな人、お酒好きな人、もう一回ある<れ>。あ、日本で、お酒お酒好きな人、お酒が好きな人。<laughs> 日本でお酒が好きな人。日本でお酒にが、が、が。日本でお酒が好きな人。うんうん、意味ある。でも、drunkard、うん、in English はちょっとなんかアルコーレック。<laughs> 病気。日本だと飲兵べって言ったりしますね。飲兵べ、飲兵べ、お酒好きな人。あ、飲 d <兵>じゃない うん、んなんかこの近所レストランがある、うん、あのあータグラインは、100って書いた1は百 drunkard drunkard って書いてあるんですか書い,書いてある。い,けない。は <laughs> い,い。はい <laughs>。は<や>い。い <laughs>。はい。い。は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  You like chicken skin. Yes. And liver. And liver. Yes. Chicken liver. Chicken... No, no, no. Pork? OK. リバいろいろ Chicken, l i v んてもリバ。好きはい Yakitori. Yakitori. ラムが好きですかラム食べれないんですよ。Genghis Khan? 食べれないんですよ。好きですかなんか臭い臭い。大好き。なんか高いのに好きじゃない味するんで ならチキンの方が安いし美味しいからそっち食べますね。なんか臭い臭い,臭い、うん、ね、おい、うん、においが臭いです。うん、ラムは匂いが臭いです、うん。パーフェクトですよ。でも好きなんですよね。あとでも納豆は納豆大好きですね。臭いじゃないの臭いですよ。臭いんですけど好きな臭い。 好きな臭い。何が違ういや、納豆か、納豆、あ、OK。納豆と、ラムは何が違いますかえ、匂いの。合ってる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 。合ってるら、普通に答えちゃった。ピンポン。え、何が違いますかもう全部違いますよ、もう。 全部違います。匂いの種類が違いますからね。なるほど。納豆は好きですか好きじゃない。あまり好きじゃない。なんか納豆が入ってるものん。納豆オムレツとか。大丈夫。納豆オムレツ、納豆お好み焼き好き。は OK なんですかじゃあ、あれの匂い匂いじゃなくてテクスチャーじないテクスチャー日本語は

ネバネバランド。ピーターパン、ネバネバランド。ネバネバランド。それはディスカスティングですよ。ナットランドじゃないですか。ユーヤ君あの、好きじゃない食べ物は何ですかおぉ、ベジーズ。ベジーズ Not all ですけど、ちょっと言いすぎましたね。トマト。トマト。トマト ブタ巻きトマキト,トマト。ブタマキトマト。ブタマキトマキト。ブロッコリーも。ブロッコリーれ、ね、あと,わさびとからし、ワサビとカラシ。ワサビと。ね、あの辛い。のはい。のはい。はい。辛い好き。好きじい。ない。 ト辛カラシ、ト好カラシ、辛キ嫌い、嫌い、カラシ、何が違うのかって全部違いますよ、それは。親父がやりたい、でも分かりません。ト辛カラシ、カラシ、カラシトー、カラシ、カラシト子、カラシトー、カラシト難しいな。ダジャレ、今度まで考えてオッケー。 Next time. あの、ジャスティン、好きじゃない,ゃない食べ物、うん、どうおも思いますか何,何だと思いますか何だと<え>何だと思、<laughs> と思いますかうーんと豆腐好き。生魚あ好きだよ。この前食べてた。好き。

ガカリした。ガカリした。ユヤくん。日本人。日本人ですかたぶん違う。あはたぶん違う。たぶん違う。え、ジャスティンの嫌いな食べ物は。え、ヒントください、テープ。ああ、キモイ。あタコ。 タコスキー。にキモいものある納豆は納豆は嫌い。ナ納豆は嫌い。中ああ。あの、モツとか。いや、モツ、ホルモン、ホルモン、リバー、モいレー、リバー、タン。タン、まあ、タン、ママ、好き。ー。昔、私の彼女は、あの、メキシコ、のクーバ、クーバのレストラン、仕事、ありました。 いつもあのレンゴワレンゴワ頼んだレンゴワはあのディッシュの名前はいディッシュ<ー>料理料理の名前レンゴワ美味しい肉あの柔らかいとかいろいろでもその後、彼女と私旅行に行ったメキシコいろいろスペイン語聞きましたなんかレンゴワレンゴワ あ、レンはパン、はちょっとわかりました。うん、その後、同じレストラン、レンはできわか,<ン>かりましたか、ま、<ー>その前、大好きでした。じゃあ、タンって知らなければ好きだけど、味はじゃあ好きってことですね。最近、タンはまあまあ大丈夫。うんうん、えじゃあ、でも、リバーはダメ。わか,かんなくても味が嫌い。 リバー味嫌い。あ,あ,あのパテ、時々好き。一緒ですよ。<laughs> あ,あ、まあでも味が違いますもんね。うん、確かに確かに。じゃあ今度ちょっと一緒に焼き鳥酒屋行きましょうよ。あ,あ行きたくない。はい、わかりました。はい。オッケー皆さん。今日、Very Special Guest、うん、来ました。あの、センセイとポッドキャスト would like to。違う。日本語は何ですか 先生とポッドカスト、うん、小島さん招待したいと思います。招待しました。し,し,しました。はい。はい。招待しました。小島さん、プリーズポドカスようこそ。ようこそ。ようこそ。お招きありがとうございます。はい。 もちろん <laughs> 分かってなかったね <laughs> OK 皆さんあのマイク近いやろうぜ o k o k s, <Okay>. <S、okay, o、so, トモ o m o さん、あのー、初めて会いましたどこですかでしたか 多分なんかね、昭和歌謡のなんかイベント、DJ イベント、私のイベント。そうそうそう、あなたのそれであとその後あれだね、ホテルニューオータニのなんだっけ、トレーダービックスの DJ をしてて、それで仲良くなったんだよ。そうですね。でしょ？うん、はい。そう、ともさんなんか3年前、2年前からあの初めて会いました。それからまあ友達になりました。うん おそう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 。OK。はい。<laughs> あのね、でもなんか友達だから、もさんっていうのはやめて、もでいいよ。あ、すみません。ね。も<モ>。よろしく、ジャスティン。はい。ゆうやくんは 友さん、もう俺もなんか今急にうやって言えない感じでももういい優也でお願いします優也ともではいまあ先生とポッドキャストはインターナショナルポッドキャストですねうや君は私の高校生高校生と高校生の時の生徒高校生の時の 生徒,生徒何年前 ?15、年前18 <laughs> 10年、10年前ぐらい。8年前。10年前。10年前。10年前。そうですか。9年前。あ、でもそう。タイムフライズですね。タイムフライズですね。<Yes. S 1> 日本語は時間が経つの早いな。なんかね、日本語って長いですね。<laughs> そう、でも私の顔は同じでしょ ?9 年前。でしょずっと32歳。でずっと32歳だっけ ?32 歳。ずっと。で、10 years ago も32歳。そう、32歳。ありがとうございます。いいね、優愛くん。あ、そう、とも、あの、音楽好きですね。うん、大好き。 いつも音楽の話ばっかりしてるよねそうねあの楽器やりますかうんなんかねウクレレとギターやるけどめっちゃ下手 <laughs> ちょっとやってるナイス子供の時あのどんな音楽聞きましたか子供の時はね,あのね難しい日本語だけど俺が子供の時は鍵っ子っていうのがいたのよ 鍵鍵鍵,鍵キ<ー>あのお父さんもお母さんも働いてるから子供が鍵で家に入ってあの1人でとかさ子供だけで家にいるのよ<ー>そうするとうちもそうだったんだけどそうするともうあのお父さんのレコードを聞いてる<ー>、えー、だから子供の時はだからお父さんが買ってる何だろう イージーリスニングとかポ<ー>ッサノバとかいいじゃんそうあともいろいろだからそうそうそうーあとミニモとか演歌とかもう全部だよ多分、はい、もうお父さんのレコードだけいいじゃん、うん、あのともさんじゃなくてともそうトモあのいくつあの何何枚ありますかレコード今はいええー、数えてないけどたぶん 2000枚ぐらいある2000枚 ?2000 枚はあるねやばいえジャスティン何枚ぐらい持ってますか 6000? あでもそれの3分の12000枚って言っても1部屋半分ぐらい埋まっちゃいませんかもうねなんかもう開けてない倉庫にいっぱいあるああえもうじゃあ書けないのもいっぱいある書けないのいっぱいあるもう10年見てないレコードいっぱいあるああレコードどこですか レコードはなんかそのウェアハウス倉庫に置いてるね家見ました友の家うんそう時々レコード持ってくるでもそこはほらあの狭いからそんなにレコード置いてないのもう違う場所違う場所に倉庫があるレコードハウスですねいやいろんなものね いい服とかろそうこのポッドキャストはなんかゲスト時々音楽好きな人、うん、でもゆうやくん音楽あまり分かりません, <laughs> なんゆうやくん「BUMPOFCHICKEN」大好きうん聞きましたさっき聞いてた <laughs>、はい、あそう天体観測で思い出した思い出した <laughs> そうだ<な>違い<う>ます 音楽好きですね。好きですよ。けど、詳しくはないですね。はい。詳しく ?I don't know a lot about it. ああ。何が好きですかえ、J-POP ですかね。でも CD も一枚も持ってないし、レコードも見たことないし。

住んでいましたかそう東京で生まれてもうお,お父さんもおじいちゃんもみんな東京へえ <Hey, S 2> すごい珍しいビッグシティボーイそうナイスバンドやりましたかバンドはやってないのよやってない、うん、でもいろいろイベントをあの、うん、やりましたどんなイベントうーん 最近だと面白かったのはあのー、ヨットハーバーでそういうなんかミュージックフェスみたいなのやった。日本ですかヨットハーバーっていうのは逗子の。寿司のええー、ヨ,ーーヨットハーバーっていう場所が。ヨットハーバーってヨットを置く場所はい,はいはい。そういうヨットを置く港をヨットハーバーっていう。野外で野外。野外で。<ー>そ,うそ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 う。いいね And、なんか子供の時。 ナイトクラブ行きましたかライブに行ったよく<ー>あいつ。いつから、まあ、子供から音楽の興味大好きだけど、はいあのー、俺が中学生の時に、中学生の時って、あのー、すごい何突っ張りってわかる突っ張り。ヤンキー。ヤンキー。。なんかそう。あ、の。ヤ みたい違う <それ S 1> あ,あ違う,違うもっとあの昔のヤンキーで髪の毛がこんななってるやつかっこええそ,そういうのいっぱいいてみんなその先,先輩がね先輩わかるでしょはいはいディスコでパーティーやるん、うん、でも俺たち後輩はそのチケットを買うん、はい、もう行きたくないけど <laughs>、うん、それでディスコとか行,くもう行きたくないけど行くんだよね、うん、新宿のパーティーの件をもう買ってそれでなんかそのファンクとかソウルとかその時すごい な何年ぐらいそれ1980年ぐらいちょうどジャストねああいいね、うん、だからもうディスコのもうなんか最後の方の感じかなファンクファンクディスコそうディスコそう,ディコそう DJ やりましたか DJ もちょっとやった、えー、レコードでレコードでもちろんでレコードしかないもん <laughs> もちろんでもその時の DJ はすげえいっぱいしゃべんなきゃいけない right。さあ、知ってる、その、あ、無理な話。ええ、皆さん、今、だ、誰。あ、あの、で、できますか。なりきる。はい。今日は、さちこちゃんの誕生日。みんなで、このレコードで祝おうぜ。最高。あ、聞きたい、本当に。でも、その、スティービーの曲でしょうん。俺、一回間違えて。 あのイズンツシーラブリーかけちゃったんだよと <laughs> <laughs> んどんどんハッピーバッデーイズンツシーラブリーみんな気づかなかった <laughs> 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 あのその時 DJ カルチャー、うん、ちゃんと教えてくださいなんか東京八十年代ナイトクラブどんな感じえっとね、もうエリアで全部違うのよ 六本木も違うし新宿もあの小間劇がある場所わかるかな歌舞伎町とかさ町そこはそのねサーファーディスコっていうのがいっぱいあってサーファーサーファーズディスコって言ったね <Okay> サーフィンあんま関係ないんだけど結構なんかそのポップスみたいなの買かかっててで最初入るときにちょっと高いんだけど一回最初になんかキーホルダーみたいなの買うの そのキーホルダーを次からそれで入るともう多分2000円とかさそれでもうフリーフードフリードリンクああそういう感じナイスそうでもそれでもう中学生とか高校生とか子供がほらみんななんか悪くなっちゃうじゃないそれでなんかその何だろう警察とかがもう12時夜の12時以降ディスコやっちゃいけないっていうルール作ったんだよ それ知ってる <No. S 1> 知らな封 <laughs> 営法っていうのがあってでももうなんていうのもうディスクはもうずっと2時ずっとやってんだけど時々その警察のチェックが入る、うん、そうするとみんなバックドアの階段から逃げるえーえー、かっこいいかっこいい <laughs> <laughs> みんなそれやってたのよでももうバックドアから逃げるともう電車ないじゃん、はい、<Right. S 1> そうするとその夜,夜中やってる喫茶店がいっぱいえー。うん そこでコーヒー高いの1000円とかさはい、はい、でも朝までそこでみんなこう寝てるそれがその時代のなんかディスコカルチャーめっちゃ変でしょえでも面白そう、ね、面白い面白い、はい、あとは新宿ももっとなんかねちょっと離れるとニューウェーブのディスコとかそういう人はおしゃれな人が行くんだけどどお,おしゃれどんな感じなんかスーツとかうーんなんかね 女の子がなんなんで刈り上げてたりする分かるやってたでしょいやいや <laughs> 写真みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そんなのとかそうなんかもう音楽ももう全然そういうディスコとかじゃなくてもっとよく分かんないニューウェーブのやつ。ニューウェーブニューウェーブ。もう全然もう場所も違うし音楽も違うしで六本木はまた違うんだよ、ね、で六本木でめっちゃ面白い店やった トゥーリアって知ってる？トゥーリー、トゥーリア、トゥーリア。それはあの、うん、ブレードランナーのあのー、セットをデザインしたはい、はい、シドミードがデザインしたで、えー、すけど。すごいすごい。なんかすごいなんかめっちゃフューチャーな感じで、そうか面白かったんだけど、なんか大きいなんかこう動くライトがあって、それが落ちたんだよね。うんでそれで。 まあすごくなんでかわいそうな事故で人死んじゃったの。でそれは亡くなっちゃったんだけど、ね、そのディスコはそのトゥーリアっていうのは。うん、まあ残念だったんだけど、まあ、六本木は六本木でそういう面白いディスコがあって、うん、もうなんかそういうエリアで全部違う、うん、来る人も違うし音楽も違う。今はもうどこ行っても同じ音楽同じ人同じような人なんでどこ行っても,も新宿行ってもなんか。 もうダンスミュージックガンガンかけてナンパしてみたいなことになっちゃいましたもうクラブはなんかイメージですけどね僕のイメージですけど<ー>なんかどこも音楽一緒かなみたいないるような人もみんな一緒だなって感じになっちゃいましたね今は最近行かないからですけどそう俺も多分30年ぐらい行ってないから <laughs> <laughs> でも踊りましたかなんかディスコでみんな踊ってそうそうそうもちろん、うん、ファッションは ファッションはね。あのー、難しいな、まあ、まあ、それもディスコで違うんだけど。俺が、その言ってた頃は。板かじっていうのが流行ってる。わかる意味。あ、板かんじ。イタリアの。そうそうそう。<ー>だからなんかそ、<laughs> イタリアの。そう、アルカーニとか。Uh. あとは、もう、まあ、ちょっと。 今と昔違うんだけど、ストーンアイランドとかあるじゃん。ああいうのがちょうど日本に入ってきて、それをイタリアのものだから、イタリアンカジュアルで、イタカジって言ってたんだよね。イタカジ、イタカジ、イタカジカジ。それがちょうど流行ってた。イタカジ合うそう。イタカジ好きです。イタカジもできると思います。ジャスティンも絶対似合うというか、そう思います。イタカジイタカジできる。イタカジできると。と思います。 えでも今日も T シャツだけど今度イタカジできますよ。アルマーニ来て、ストーンアイランドのインナーきて、めちゃくちゃだねそれ。どうもイタカジです。You're like アメリカジ。アメリカ人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 うんうんうん。T シャカジ。T シャカジ。もう T シャーファスパンツサンダル。マジ。今日は違います。あとその時代はあのほらジーンズがさテーパードジーンズ。ああいや。ストーンウォッシュの あのなんだっけマリテ・フランソはジルボーとかボールとかクローズドとかっていうあるの<ー>、うん、全部フランスのブランドだねみんなそういうの入ってたあでもそういうことで言ったら今も結構そういうのが流行ってるんでねファッション回ってそれがまた流行ってるのかもしれないなんか好きにそう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 ,そう<て>でストーンウォッシュも今オッケーでしょ何ですかストーンウォッシュってケミカルウォッシュとか、うん、もう あ、退職してるやつ。そう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 、でも、ここ、おじさんだから、みんな知ってる。いや、知らないの。知らないの。勉強してきます。あ、面白い、なんか、昔、東京、なんか、私は。音楽大好き、ナイトクラブ大好き、なんか、二対80年代。東京、ライフ。あの、よく外国人行きましたか。 このナイトクラブそのナイトクラブ全然いないない六本木だけはいたのあのなんか山王ホテルとかある知ってる山王ホテルわかんない山王ホテルってなんかアメリカのミリタリーのホテルとかあの六本木に近いからねその時その時はその時その外国人日本語できましたか全然でき全然ないそうジャスティン・のレボーは結構 い。その時だったその時代だったら日本語も上手ですねよかったね80年代。はかった。やこれからもっと勉強、頑張りましょうどういう意味もっとね、もっと。日本語のマスターになってくださいマスターになりましたどういう意味なってください私は日本語の天才に思いました まだまだまままだまだまだ厳しいね <laughs> い<や>もう英語のマスターにしてくださいね <laughs> あはい、うん、お願いします <laughs> あの90年代渋谷系、うん、あのナイトクラブその時90年代と80年代何が違う違う,違う90年代はね何だろうその渋谷系って今言ったけど渋谷系の音楽は そういうクラブディスコで流れてない。ああ、oh.。90年代っていうと、あれなんて言うんだろうテ,テクのビッグビートテクビッグビート。一番有名なのがジュリアナ東京とかさ。ああ、それ聞いたことあります、ね。ジュリアナ東京ジュリアナ東京とか、あとゴールドとか。そう、ね、そうそうそう。なんかめっちゃこうすごいスカート短いワンピースを引いたお,、ね、お姉さんがさ。 センセンスわかるファンをこうやって踊ったりするのよ。こういう高いところ立って、うんうん、Wow, sounds amazing. そう。でもみんなそんな感じ。もうなんかどこその時はもうどこに行ってもそんな感じ。お、あ肩パット入った肩パット入ったス,ルースルーのあのジャケットのでお姉さんみんな前髪がこんなになってる。<laughs> nice. Ah,、uh, so なんか最近。 ファッション、うん、あのもう一回90年代ファッションあの人気になりましたと思いますなんていうのリバイバルみたいなそうリバイバルなんかアメリカの90年代ファッション、うん、いつも東京あの若い人見る、うん、あのワイドレッグジーンズまあいろいろヘアも最近 センターパート。センターパート。ウェット。ウェッティ。あれせいウェット。ウェッティ。ウェット。濡れた感じ、濡れてる。そう、最近、なんか。髪濡れたっぽい。ジェルとか、ポマードとか、そういうの使ってやってますよね。それ、昔は。ディップ。ディップ。ディップって、そういう、なんか、髪に。つけるさ。なんていうんだろう。そういうローションがあったのよ。ローション。

ニルヴァナ、バンド、カッチ・コませんえ本当知らないそんな人いたんだニルヴァナニルヴァナ日本だと。友、すみません。ちょっと恥ずかしいだけど、なんか。お、ポッドカスト。終わったニルヴァナニルヴァナ。これはい。あ、これ知ってますよ。 え？これ知ってます？これこれですか？音楽わかる？知らない。知らない。はい。オッケー。このマークは知ってます。これ友達がこれ友達が,これ友達が来てました。これ。そっちなんだ。<笑><笑>ええー、わかんないです。まあいいよ多分私たちのポッドキャストオーディエンス。はい。ポッカキストオーディエンス日本語は。まあ視聴者さん。視聴<し>視聴者さん。し,し 見見てくる私たち、私たち、私たち、市長者、市長者さん、うん、若い、若い、多分、<え><し>じゃあ絶対知らないと思いたい<う>、おかしいかもしれないですけど、うん、えでも、わかんないですね。ああ。いや、ニルヴァナは、グランジーの。

no sensei. You're fired. Just joking. yeah, Judai. Judai. So smells like teen spirit. Judai Ny. Judai no Judai. Judai no noe. Judai no Kaudi. Dangerous. Dangerous. Dangerous conversation. let's change. <Yeah. laughs> 助けて。そ、友、あの、音楽、mm hmm. 大好き。もちろん。楽器やりません。あ、ゆかれいに。ちょっとだけ。あの、この前、あの、食べ物少し話しました。Mm hmm. あの、ともの好きな居酒屋食べ物は何ですか ?Do you like chicken skin? えっとね俺ちょっとさっきここに早く着いちゃったのよ、カラセマ。はい。で、駅前の居酒屋で、チキンスキンいっぱい食ってきた。ああ。やっぱジャパニーズ塩ああ、塩ですか。ああ、でした。かっけかけいや、タレは、ださい。でも、あの、ボンジリわかる焼き鳥の。ボンジリ。どこだろうどこの部分かれ。お尻 ぼんじりっていうぐらいです。ぼんじり。な、なにお尻。あ、まあでも、あの鳥のお尻。鳥のお尻。ぼんじりはタレで食べた。チキン、チキンバ。バ。いや。チキンバ。バ。タレのチキンバ。ッ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 ん。あの。何を想像してるんですか。ち。ぼん、ぼん。ぼんじり。ぼんじり、タレ。 ほうん、が,が美味しい,味しいと思うよ。<laughs> は,はい。あの、えー、ネギマああ、もう好き。<塩>うん。ネギマはね、両方両方その。その時のなんか気分とか。がっかり。え <laughs> <laughs> 塩。<laughs> 塩。<laughs> ごめん、時々垂れ食べてる。<laughs> 全然。あのー、あとあ、そう、チキンスキン、鳥の皮。鳥の皮、好き。 それのお尻好き。なんマセン。え、わかるのボンジあの、アメリカ、タはんない、本当にアメリりありません。えか、しか、る。ボンジュリりか、おし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 りか、ん。しりか、おしりか、おしか、どうか、おしなか、おしりか、おしりか、なしりか、お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 か、はいあか、おしりか、おンりか、おし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 りか、お

若いから。若いし、俺は昔ベジタリアンだったから。ああ。だけど今は食べますけどね。あの、美味しいし、全然臭いと思わない。おぉ。いや。まだ子供だから。そう。納豆が好きですか納豆はあんまり。あんまり。いや。そう、多いよね。僕のお母さんもおふくろも納豆嫌い。 日本人がみんな納豆大丈夫じゃない、ね、じゃないですね絶<対><豆>そうね、うん、あのき嫌いものありますかいっぱいあるよあの魚のさ、えっと、光物っていうのは皮が銀色のやつサバとかサバサバサバ,サバ美味しいねサバ味とかジと,とかもそうだけどああいうのってなんかほら すごい魚の匂いが強いじゃないうん、うん、それはスメリ,ースメリーフィッシュでスメリフィッシュでもそれはあんま好きじゃないかな。うん、どううーんまあ魚何でもできると思います。あ最近あ、最近、先週、ウニ初めて好きでした。このうん、その前、なんか何回トライした。あまり好きじゃなかった。うん、でも最近、 あの近い寿司屋さん超おいしかったそれは今まで食べてたやつが好きじゃないけどそこのはおいしかったってことそうだからそのおいしいウニはいいウニはおいしいんだけどちょっと何ほら古くなったやつとかさちょっと古くなったりするとすごい臭いから食べれない。 いやもうみんなそれで嫌いって言いますよねそう。俺もだから安いウニしか食ったことないからウニ大嫌いって言ったんだけどだけどあのほらう,うちの奥さんの家が寿司屋だったの。<ー>そ,うそこでちゃんとなんてそのフレッシュなウニ食べてそこから大好き。うわ。多分同じだと思う。と思います。あと多分五5分ある。 このポッドキャスト<当>早いね早いねともあの質問ありますか私か言いやうんいやなんかす,すごい今までそうなんかあんまり考えてなかったんだけどジャスティンはどうして日本に来たの なんで日本,日本,日本に so, 興味持って日本に来たの日本の前あの、韓国に住んでいました。1年間ぐらい。<ー>その後、日本に来た、あ旅行から。ん<ー> And その時、日本あの大好きでした。わー、日本すごいと思いました。引っ越ししたいと思いました。<ー>だから、引っ越した。 なみにに東京に来たんですかその時は。その時、大阪最初に大阪そして名古屋、うん、そして東京だけの京都も<ー>来ました日本のいいところがたくさんねえんかもっとすごい田舎とか行かなかったのその時ないないない 今度一緒に田舎も、田舎めちゃくちゃいいとこいっぱい多いんで。私もと思います。先生と、い、田舎やりましょうよ。あ先生、田舎の先生と。田舎の先生と。in the field。in the field or in the hot spring。in the hot spring。naked。naked 先生一郎。じゃあ、皆さん。naked 先生と。お楽しみに。はい。じゃあ、また。 え、それ何 <laughs> あ何英語だってアン心そうだあの、今のモザイクモザイク、モザイク、モザイク、ネイキット先生とですね。<laughs> うん、uh, Is that it? Any more questions? えっとね、あとなんだろうな、んー、もう一ついいもちろん。えー、日本の音楽で一番好きな ジャンルとかミュージシャンって何お I t know いっぱいあるよね。いっぱいある。あ、やまゆー a ー。ん Yuzo 本当、うん、なんか60年代 y y、うん、a やま Yuzo 大好き。a やま y ー z ーかっこいい。もう英語話せる。あ、そうなの,あの自分でボートし、うん、てるしてるスクーター。コーシン 俺あったことあるよ、段階か。そうですか。そう、俺もヨッティーだからね。but it burned down. fire. そう、残念、うん。かわいそう。かわいそう。なんか50フィートぐらいあったら、50フット。すごい。すごい。50フィートの船に乗ってたんですそうそう、持ってたの。えー、でか作った作った。でも燃えちゃった。 あと、何もできました。カヤマユーは一番かっこいいと思います。あれは何だろう、多分日本人にとっての、何だろう、カヤマユーはエルビスみたいな感じそう。だよね。多分、いやいや、私もそう思います。なんか映画映画があって、いつも映画の中でウクレレ弾いてたりとか、ちょっとない、インスパイアードっていうか、ちょっとパクリいやいや。もうあったよね。

さじゃあまたね皆さん先生と <laughs> チャオー